テクテクネバールくん、今日はネバールくんが聞いた怖い話を紹介するネバ。これは一人のトラック運転手の人が体験したお話ネバ。その男性は会社の同僚から奇妙なお話を聞いたネバ。長野県に通る峠を夜に通ると出る女の子の幽霊って話知ってるか？その女の子の霊は急に助手席に現れ、運転手に問題を出してくるんだってさ。正解しなければ運転手は殺されるんだって。それから数日後、男性に偶然長野に向かう仕事が回ってきたネバ。しかも他の仕事もこなしてから移動になるため、向かう時間はどうしても夜になってしまったネバ。でも男性はただの噂話にしか思っていなかったので、特に気にすることもなく運転を続けていたネバ。そして例の峠に差し掛かった時、男性は突然全身に鳥肌が立ったネバ。自分の隣、つまりは助手席に、いつの間にか女の子が座っていたネバよ。女の子は運転手をじーっと見つめていたネバ。そして、ねえ、遊んでくれる？と聞いてきたネバ。男性が言われるがまま首を縦に振ると、女の子はクスクスと笑いながらこう言ってきたネバよ。じゃあなぞなぞね。間違えたらダメだよ。リンゴとバナナとスイカを乗せたトラックがある山道を走っていました。やがてカーブに差し掛かったところで何かを落としてしまいました。さて何を落としてしまったでしょうか？男性は震えながらも内心助かったと思ったネバ。それは男性が子供の頃に聞いたことがある問題だったネバだから。カーブで落としたのはスピードだ。残念だけど早く消えてくれ。すると女の子は後悔してきたネバ。残念。正解は命だよ。その峠のカーブには今も花が添えられているとかいないとか。みんなも女の子が現れた時は答えを間違えないように気をつけるねばよ。見てくれてありがなっとうねばー。